はい、今日なんですけど、今日はこんな感じのスクショにしてみました。初トゥーンです。初ではないか、ここで出すのは初。あ、でもトゥーンにするとあんまりこのライト、カスタムライトを使ってどうのっていうのはちょっと難しくなるんで、僕はあんまり好きじゃないんですよね、トゥーンでやるっていうのは。まあでもね、X のタイムラインを見ればアニマティカフェイスが出てからというものを、まあみんなの軒並みトゥーンにするわけですよ。トゥーンの方が明らかにね、可愛く見えるのが楽だから。そしてアニマティカってこのトゥーンにするとこの鼻のところにこの線が出るようになるんですよね。なんでアニマティカはあからさまにトゥーンでやること前提のフェイスだと思うんですよ。というアニマティカのトゥーンっていうのに屈してトゥーンにしてしまうやつ、残念な回です。まああんまりね、そのライトの参考になるかはわからないですけど、はい、まあそんなわけでメイキングをします。ですね、場所はエアリオタウンじゃねえや、なんだっけ、セントラルシティです。セントラルシティね。カメラ、セントラルシティのこの、通路の大通りのアーチの一番外側で、時間はですね、22時23分晴れ、夜ですね、夜で、ちょっと先にカメラやりますけど、カメラはこんな感じと、よいしょ。あれ、あ、はい。はい、カメラこんな感じです。で、さっき、その、環境の2時23分だと、まあ、このキャラの向きと、月明かりの照らしてる位置っていうのがちょうど、まあ、向かい合わせになるんで、まあ、そうすると、影があんまり、入らない。まあトゥーンだと影が入るとその本当にこの影の境界が線になって現れるような感じになってしまうので、あんまり影を落としたくないんですよ。でも影が入らないとこの胸とかそうなんですけど、全く立体感がなくなっちゃうんで、少しだけこの立体感が出るようなところには影を残すという感じにしてます。なのでまあ土正面っていうよりかはちょっとずれてるのかな、月明かりの位置自体は。まあこれももうちょっと影あってもいいんですけど、まあこのどうしてもポリゴンが少し胸の部分は大きくすると荒くなっちゃうんで、まあそうするとあんまいい形の影じゃないんで、まあちょっと少なめの影にしてるという感じですね。はい、で、カメラは、こんな感じで、膝から上のやつですね。例によってっていう感じではありますけど、もはや定番。僕の中ではこうある程度コースを見せつつ、まあ、キャラも、目立たせるというか、顔もそれなりに入れるという感じだと、まあ、いつも大体こんな感じですね。はい、で、次がライティング。ライティングはですね、今回はあんまりどこに置いてるってこれあんま関係ないですよね。ちょっと使ってるんですけど、これ今これ何もついてない状態なんですけど、この縁とかにもライト当たってるじゃないですか。多分環境のこの周囲の、まあ、これじゃないとは思うんですけど、
それの明かりなんですよね。それがもう映り込んでるんで、で、もうカスタムライトでできることって、まあ、あのキャラに自体に影を落とすっていうことも一応できるんですけど、それやっちゃうとさっきと同じ問題が発生するんですよね。あんまいいところに影が落ちないっていう感じになるんで、まあ本当に、なんか狙いを持って影を落とさないと、特に顔にパキッとこう影が、顔の形状の影が入ると、もうこのトゥーンの、見た目から急に、こう 2D っぽい見た目から急に 3D の要素がガッて入ってくるんで、そうすると、ちょっと、まあ、あんまりよくは見えないっていう感じになっちゃうんですよね、どうしても。なので、一応今回もうライトはやってるんですけど、もう本当にこの明るさを補うだけにしか使ってないです。だからこれも、どこだったかな、位置。よいしょ。位置はもう正面ですね、本当に。まあ、これ後ろにあっても、まあ、この黄色のやつ後ろにあるんですけど、よいしょ。はい。はい。あれ？ライト。後ろにこれ置いてあるんですけど、これ上げていくと、なぜか全体明るくなるんですよ。まあ多分影落ちないからだと思うんですけど、あ、いや、影みたいなものは一応落ちるには落ちるんですけど、それが後ろに置いてあるから、目立たないような感じになってると思うんですけど、なんて言うんだろう、全体が影に入ってるから影としては落ちてないみたいな、まあちょっと分かんないと思いますけど、僕 何言ってんだこいつみたいな感じだと思いますけど、だから影としての色が今オレンジに乗ってるみたいな感じになるんですけど、まあそんなんでね、あんまり影を狙って落とすようなことをしなくてもいいし、かといって変なところに置いてエッジを立たせようとしてもエッジは立ってこないしっていうんで、まあ、あんま意味がないということで、明るさの調整に徹してます。まあもちろんあの色も変わるんで、カメラライトにしちゃうとどうしても気にない色になっちゃうんで、まあちょっとそれよりかは、まあ、肌をちょっと白く見せるために、ピンク色にはしてますけど、まあ本当は明るさ調整です。はい。で、Gシェード。あ、いいか、いいか。切ってやるか。切ってやるね。よし。で、Gシェードも、一応、まだね、この、Gシェード使って、トゥーンでって、あんま全くやってないんで、今日初めてなんで、いつものやつでやるっていう感じではあるんですよね。このグレースエルザミルククリームっていうのをいつも使ってますけど、トゥーンで使うのは、まあ、ほぼ初めてに等しいかな。うん。で、いつもの感じで、横になってるのを縦にしてやるやつ。バーシカルプレビュー&コンポジションと、このコピーライト。の、宇宙スズメさんが配布してくれてるやつに、背景ぼかしはシネマティック DOF です。で、あとは、ライトルームってやつは切ってます。まあ派手でもいいんだけど、まあでも、今この背景のこの明るいのをやつが被ってきてる影響で髪の毛の色とかだいぶ赤くなっちゃってるんで、それ以上に赤くするともうイメージ変わっちゃうから、まあ、なるべく元の色に近い状態にしてあります。まあこれも十分彩度高いしね、目とか。はい、そんなんでライトルームは切ってやります。で、あとはレベルで淡いのを調整してるっていう感じですね。まあトゥーンにすると本当に淡いのはあんまり意味がないような気がするんで、もうこの黒い服のこのディテールが潰れちゃわないように明るくするぐらいな感じですね。そのぐらいに調整して
まあ、あとはこの肌の色も、この影の色が完全に、完全になくなることはないか、だいぶ薄くなっちゃうと、本当に立体感がどんどんなくなっちゃうんで、まあ、その辺は残しつつ、明るくっていう感じですかね。はい。で、これで撮りますからの、まあもうね、そんなやることないんで、調整って言っても、この後の。やらなくてもいいぐらいなんですけど、まあ一応ちょっとだけ、後の編集もしてます。って言っても、まあ明るさちょっと変えて、ああ、これが撮りっぱなしの状態で、そこから明るさはちょっと変えたぐらいですかね。色もね、そんな、ちょっと今いじってもいいけど、そんな変えなくてもいいよな。やるなら、こんな感じか。ちょっと青い、オレンジが強い、オレンジ赤が強いから、ちょっと思って、ちょっと青い方向に振ってやるぐらいですかね。こっちの方がちょっと落ち着いた感じには見えますよね。まあでも背景のオレンジが割と強烈なんで、まあ、そういう意味ではこうやって被ってても被ってる方がちょっと一体感が出るかな。あんま調整しなくてもいいな。はい、まあそんなわけでトゥーン回です。このメイキング初めて初のトゥーン回なんですけど、まあ、まあある意味癖がある癖がないといえば、今癖がないようにな感じにしてるけど、癖が強いんで癖がないような感じにしたっていうところですね。はい、まあそんな感じです。概要欄の方に X のリンクが貼ってあるので、まあもしよかったら、画像の方でも見てやってください。まあよかったらフォローの方お願いします。まああとは一応、この配信もまだやるつもりなんで、チャンネル登録の方よかったらお願いします。はい。以上です。さよなら。